実験室用電気オーブン関熱滅菌とは、加熱による滅菌方法の一つである。関熱滅菌は、摂氏160度摂氏200度で、30分から2時間、加熱することにより、微生物やビーニスなどの酵素や、タンパク質を熱変成させ、失活させる滅菌法である。金属、陶磁器、ガラス等の素材の実験器具等、 熱に安定なものの滅菌に用いられている。日本薬局方による規定では、160摂氏170度であれば120分間、170摂氏180度であれば60分間、180摂氏190度であれば30分間が、情報とされる。装置としては、直接加熱法または、間接加熱法が用いられる。滅菌された装置や器具は、 外気にさらされた瞬間、その表面の滅菌状態は解除されたものと、見なさなければならない。そのため、場合によっては、新聞紙等によって包んだ上で滅菌し、使用の直前に包みを開けることが行われる。ガラスシャーレなどは、複数枚を重ねて梱包して滅菌する。滅菌工程が完了したかの確認には、高圧蒸気滅菌や酸化エチレンガス滅菌等の、 確認と同様にインジケーターを用いて判定する。価格反応を用いたインジケーターで ISO11401 から1により分類されているもので温度または温度と時間により変色するカードまたはテープなどでの確認を行う。指標金として標準金種であるバシラスアトラフィアスエイティック9372 キューバシラスサブティリスエイティック9372を106個以上、染み込ませたロッシなどを滅菌時に同時に滅菌し培養して、指標菌の発育がないことを確認する。ありがとうございます。